クッキングどうもこんばんはクッキング新田ですはいでは、えー、今回ご紹介するのはブランシティアザミノです、えー、と半蔵門線沿線ということで、えー、と私個人的にも半蔵門線沿線は、えー、約10年ほど、えー、住んでおりましたので結構、えー、身近な沿線となります ではまず物件概要から売り主、東急不動産東京急行電鉄施工大宝建設価格未定、占有面積58.31平米から99.67平米、倉庫数286戸、規模地上5階、地下1階建てとなった建物となっております。続きまましてアクセス交通ですが東急線た えー、横浜市営地下鉄ブルーレインの麻美野駅、えー、両駅から徒歩7分となっております。そして、えー、所在地、えー、神奈川県横浜市青葉区麻美野2丁目、えー、竣行予定、2020年11月下旬頃予定となっております。共、え、用、ー、設備、えー、駐車場150台で、うち来客用が1台、カーシェア用1台となっております。続いて、バイク置き場は7台、えー、駐輪場378台、えー、となっております。 物件の周辺地図の方はマンションマニアさんのブログご覧くださいこちらの物件カリタス女子短期大学の跡地となりますエリア的にあの駅間ごとに山があるような土地形状であることが多いところなんですけどもこちら本物件ブランドーアザミノはアザミノ駅徒歩7分でありながらも急な坂などなく駅と行き来できる希少なポジションとなっております で大学跡地であるがゆえに土地も広く、えー、エリア内では規模感ある総庫、えー、数286戸となっておりますで坂の上に位置する、えー、イディオス・アザミノというところが総庫、えー、数321戸と、えー、規模感、えー、あるマンションがあるんですけども、えー、駅から坂を上る必要があるので、えー、こちらとは、えー、十分差別化できているかと思います もちろんエリア的に坂の上っていうエリアを好む人たちも多い場所なのでそこは一概にどちらがいい悪いというのもありませんが周りと差別化というのはできているところかなと思います将来的にも、あざみ野駅からブランチ市アザミ野の間で似たような規模感というマンションは出にくいものとなっているかと思います。 なのでランドマーク感のあるマンションとしては今後の資産価値も保ちやすいマンションかなと思います駅とほぼ7分と近いのであまり日常バスで行き来するという距離感でもないんですけれども物件の目の前にバス停あります特にあざみの駅からだと物件側の歩道にバス停あります雨の日などはこちらを使えば便利かなというところですね 安曇の駅発着の路線バスの中でも主要路線の一つとなっておりますので駅前の一番いい場所から発着しており本数も多いので利便性十分かと思います主要路線だけあってバスの中非常に混んでいるものとなっていますが一致停留所目なので乗車時間は3分ほどもうすぐそこというような形ですね 東急線沿いのブランドシティブランド、かつ東急不動産と東急電鉄の共同事業ということもあって、外観デザインなどは全体的にかなり力が入っております。えー、マンションのデザイン監修は三井潤さん使用しておりますで、えー。三井潤さん、青山パークタワーに始まり、豊洲だとスカイズベイズ、あと最近だと海浜幕張の幕張ベイパーククロスタワーレジネスなども監修している。 方でですすので非常にこうデザイン面は自信があるとところかなと思います通り沿いとなる北側の共用廊下はコンクリートガラス手すりを採用して一見バルコニーかと思わせるくらい重圧感があります車寄せはホテルを思わせるくらい窓面豊かで高級感漂うものとなっておりますのでこちらもわりと注目ですね。 こちらの車寄せ駐車場につながっているわけではないんですけれども同乗者の方を待ってもらったり先に同乗者を降ろしたりする際には重宝するかなというものになっておりますその車寄せの向こうにはグランドエントランスありましてさらにその先にはグランドラウンジライブラリーラウンジパーティーラウンジゲストルームなどありこちらも通り沿いから見えるため窓面豊かとなっておりまして通り沿いでこのデザインはかなり目立つものになるもので 高級感あるものにしようという作り手の思いが強く伝わってくるマンションとなってます西側のサブエントランスとなる桜エントランスというのがあるんですけどもこちらの通り沿いが桜並木となっておりますのでこちらも非常に魅力的なところとなっております駐車場の出入り口はシャッターゲートも設けるなどしてますので外側へ向けるデザインの妥協面というのは一切見られないマンションとなってますね 一方、残念な部分が1つ敷地の中央部分ですねこちら多分予算との兼ね合いになるんだと思うんですけども広い敷地の中で建物と建物の間がほぼ駐車場となっております通常であれば中庭を設けられればというところになるんですけども予算の兼ね合いなのか残念ながらブロック式の駐車場というものになっております これが立体駐車場として駐車場の上を緑化するなどしてくれたらよかったなと思いますがこちらは残念なところですねで、えー、グランドエントランスの先にガーデンテラス設けているものの、えー、個数からしたらやや物足りない広さかなというところです、えー、ガーデンテラスから桜エントランスまでの間には、えー、ガーデンコリドを設けられておりまして 途中で建物とつながる道がいくつかあるため雨など悪天候でなければ日葉廊下を長々歩く必要ないため気持ちのいい動線となっています限られた予算の中で作らなければいけないので外観にコストかけて中川は削ろうとなったのかなと思いますもしそうならそれはそれで正しい判断だったのかなと思います何しろ目立つ立地規模感のあるマンションなので敷地内に広大な中庭があるけど外観がチープというよりには十分 今のような外観に力を入れたデザインの方が結果的には良かったかなと思います繰り返しになりますが外観特にバス通り沿いはかなりコストをかけてますのでかっこいい建物となるかと思います 大通り沿い、桜並木沿い、住宅街沿い、それぞれデザイン変えてますので元のカリタスの外観デザインに近しい色合いとしてますし先に述べたライブラリーラウンジには同僚カリタス女子短期大学から承継しておりますのでまさにアカデミックレジデンスというような装いになっております。 アザミの中では低い位置で周辺は少し高台となってますのですごい眺望が抜けてますというような形にはなってないところなんですけどもどのお部屋購入しても敷地内駐車場もしくは節道を望むような形になりますので将来壁ドン状態になってしまうようなことはなく半永久的に最高は確保されるものとなってますねそれでは、えー、続いて予定価格と間取りの一部共有いたします えまず A 棟からえ西向き、平金坪単価え約370万円となっております。えー、間取りの方ですが、まず G タイプ 3LDK82.48AB、管理費はえ2 1700円、終点積み立て金は8900円。まず2階から9100万円台、坪単価364万円。4階9400万円台、坪単価376万円。続いて E タイプ。 3LDK69.49 平米管理費は1 8300円修繕積立金7500円2回7400万円台坪単価352万円4回7700万円台坪単価366万円続きまして B タイプ 2LDK66.37 ですね平米管理費は1 7500円修繕積立金は7200円 4回が7300万円台、坪単価363万円。6回7600万円台、坪単価378万円となっております。続いて、南向きの B と平均坪単価は359万円となっております。A、離れ付きタイプ 3LDK80.26 平米。 管理費2 1200円、終電積み立て金8700円。えー、8, えーまあ、1回ですね。えー、8800万円台、坪単価362万円となっています。続いて、AJ タイプ 3LDK72.06 平米。管理費は19000円。終電積み立て金は7800円となっています、えー。金額の方ですが、えー、まず2回、えー、7800万円台、坪単価357万円、えー。4回、7900万円台、坪単価362万円。 続きまして、え i、ー、離れタイプ、離れ付きタイプ、3LDK77.20 平米。管理費は2400円。えー、修繕積立金は8300円。えー、1階は、えー、8200万円台で、坪単価351万円となってます。続いて、え i、ー、タイプ、えー、3LDK69.00 平米、えー。管理費は18200円。修繕積立金7500円。えー、2階から、えー、7200万円台、坪単価345万円。 4回、えー、7400万円台坪単価354万円、えー、続いてい離れ付きタイプ 3LDK の77.20平米の、えー、ものですね、えー、こちら管理費は2万400円修繕積立金は8300円、えー、1回8200万円台ですつ、えー、単価351万円となっております えー、続いて、C、えー、ト南向きですね。えー、こちら、平均坪単価は、えー、約354万円の坪となっております、えー。間取りの方、J 離れ付きタイプ 3LDK81.77 平米、えー。管理費21,500円、えー。修繕積み立て金8,800円、えー。1回8,700万円台で坪単価は351万円。J タイプ 3LDK73.57 平米。 管理費は1万9400円修繕積立金は7900円2回7700万円台坪単価346万円4回7800万円台坪単価350万円計離れ付きタイプ 3LDK80.68 平米管理費2万1300円修繕積立金は8700円1回8600万円台坪単価352万円となっております えー、K タイプ 3LDK ですね、えー、72.48英米管理費は1万9200円修繕積み立て金は7800円、えー、まずは2階から、えー、7600万円台坪単価346万円、えー、4階が7600万円台同じくつ、えー、単価346万円となっております続いて、えー、東向きの D 棟ですね、えー、こちら平均坪単価約354万円となっております T タイプ 3LDK73.03 平米管理費が1万9300円修繕積立金7900円4階が7800万円台坪単価353万円6階になりますと8200万円台坪単価371万円続いて間取りタイプ S タイプ 2LDK62.42 平米管理費修繕積立金がまずは管理費1万6500円 修繕積立金6700円。金額の方、4回ですね、6500万円台。坪単価344万円。6回6900万円台。坪単価365万円。続いて、P タイプ 4LDK ですね、88.56円米。管理費23,400円。修繕積立金9600円。価格の方、4回9200万円台。 坪単価343万円。6回9800万円台。坪単価365万円。E 等、南東向きの棟ですね。こちらの平均坪単価は382万円となってます。間取りタイプ、AA タイプ 3LDK の78.41平米ですね。管理費は2700円。修繕積立金は8500円。価格の方、2回8600万円台。 ツ単価362万円。4回8900万円台。ツ単価375万円。続いて K タイプ。3LDK。72.48平米。管理費19,200円。充電積み立て金7,800円。価格ですが、2回7,900万円台。ツ単価360万円。4回8,200万円台。ツ単価374万円。 えー、続いて間取りタイプ W タイプですね。えー、3LDK81.33 平米。管理費2万1500円。修繕積立金8800円、えー。価格の方2回、えー、9300万円。坪、えー、単価378万円。4回9500万円。坪単価386万円、えー。続いて V タイプ 2LDK58.31 平米です、えー。管理費1万5400円。修繕積立金6300円。 えー、価格の方一1回6500万円つ単価368万円3回6900万円台つぼ、えー、単価391万円5回7100万円台つぼ、えー、単価402万円となってます続いて、えー、U タイプ 3LDK86.02 平米ですね、えー、管理費2万2800円修繕積み立て金9300円 こちら価格は2回9600万円台つ単価368万円4回9800万円台つ単価376万円、えー、続いて F 棟です、えー、南西向きの棟、えー、ですね、えー、平均つ単価は約392万円となっております、えー、間取り、えー、AI タイプ 4LDK88.32 平米管理費2 3300円抽選積立金9500円 えー、2回、えー、1億600万円台坪単価396万円、えー、4回1万、えー、ごめんなさい、えー、1億1000万円台坪単価411万円となっています続いて Z タイプ 3LDK72.48 平米、えー、管理費が、えー、19200円修繕積み立金7800円2回7800万円台坪単価355万円 4階が8300万円台、坪単価378万円となっております。えー、続きまして、Z タイプ 3LDK72.48 平米。管理費19,200円。修繕積み立て金7,800円。えー、価格の方ですが、2階が7,800万円台、坪単価355万円。4階、8300万円台、坪単価378万円となってます。 えー、続いての間取りが N タイプ 3LDK69.09 平米管理費が1万8300円、えー、修繕積立て金7500円となっております、えー、価格、えー、2階は7500万円台坪単価358万円、えー、4階7900万円台坪単価378万円となってます、えー、続いて K タイプ 3LDK72.48 平米、えー、管理費1万9200円修繕積立て金7800円 価格の方ですが、2階が7800万円台、坪単価三百355万円。4階8300万円台、坪単価三百378万円となっております。続いて最後ですね。AB タイプ 4LDK のお部屋です。99.67平米。管理費は26,400円。修繕積立金は1800円。価格の方ですが、2階1億1600万円台、坪単価三百384万円。 4回、えー、1億2000万円台坪単価398万円、えー、6回、えー、1億2800万円台坪単価424万円となっております、えー、以上すべ、えー、ての平均坪単価は約370万円となっております、えー、供給中のザ・パークハウスあざみの1丁目より15%ほど単価、えー、高いものとなっております、えー、ただ今の新築マンション指標としてはこんなものでしょうと思います ドレッセワイズタマプラザが坪単価380万円ほどでしたのでそれと比べてしまうとお高く感じますが後発のドレッセ美しが丘フロントが坪単価400万円近くになるならタマプラとの価格差も違和感ない水準かなと思います間取りに関しては楽しめンではありますが玄関前に広めのアルコールも設けておりますし共用廊下側の洋室もアウトフレームとなっておりますので、えー そそれななりりのタイプかと思いますして室内の設備仕様なんですけれどもディスポーザー、食洗機、キッチン洗面台、天板、見陰石使っておりますトイレ、手洗いカウンターもあり浴室はダウンライト可動式、ルーバー面越しバルコニー、水栓バルコニーの防水コンセントなど単価なりのものとなっております建物構造については二重床二重天井地盤のいいエリアなので直接基礎となっております 基本の天井,、えー、天井高は、えー、2450ミリとそんなに高くないんですけども、えー、下がり天井が少ない間取りが多くて、えー、そんなにデメリットにはならないかなと、えー、思います。 こちら、あの、小建てからの住み替えも多いエリアだと思いますので、大激戦は間違いなしだと思いますが、ツイッターでもやや話題にもなりましたが、半地下重工というのがあって、そこのアトリエ、先ほど間取りタイプで紹介した離れ付きという間取りですね。こちらは非常に魅力的かなと思いました。そのアトリエの離れ部分には、エアコン、換気、シンクなどもついてますので、普通のお部屋としても使うことできます。 アトリエ付き10個がハーフモデルとなってますのでこれは非常に面白いものとなっておりましたぜひこれはモデルルームで確認してほしいと思います全体的に見ると個数も多く単価もパンチが効いてますから早期完売はないかなと思いますおそらく竣工してからも販売続くと思いますだからこそ1期、第1期など早い時期に買うなら条件のいいお部屋選んでおいた方がいいかなと思います まず、おすすめの塔としては、えー、と E と F と、えー、南東、南西以外ですね。えー、なぜ E と F 塔が当初の選択肢としておすすめできないかというと、えー、全面接動してるんですけれども、えー、帳簿が抜けるわけじゃないんですね、E と F 塔に関しては。 それならば真南向きで3巻も抑えめの B と C との方が金額的にも最高面でも条件いいですし何しろグランドエントランスに近いので当初は B、C の等を選んでおいた方がいいかなと思います真南という最高面にこだわらないようであればグランドエントランスがある D 棟とかあとは桜並木が見える桜エントランス側の A 塔向きもいいですね。 えー、BC の塔だけでも、えー、その中でも敷地真ん中よりおすすめです。えー、e 塔と F 塔が、えー、ハート型のように斜めになってるんですね。えー、なのでそのため、えー、BC の真ん中だと、えー、前立てまで距離が、えー、ありますので、えー、抜け感は得られるかなと思います。そして、えー、と西側によれば A 塔、東によれば D 塔も被ってきてしまうので、えーまあ、真ん中よりが良いのではないかなと思います。 A と D と、えー、こちらは迷うところなんですけども、共、え、用、ー、施設が、えー、と日常使いできるなら D とがいいかなと思います。えー、個人的には価格などの、えー、トータルバランスから見ても、えー、と D とが一番魅力に、えー、感じました、えー。その理由としてはグランドエントランス側、えー、コンシェルジュカウンターを通る動線。えー、せっかく共有施設多い大規模マンションを買うなら共有施設を使う方が、えー、使いやすい位置の方が、えー、いいかと思います。 そしてグランドエントランスが駅に近いのでどの棟りと比べても駅に近いお部屋となりますそしてメールコーナーエレベーターも近く横移動が建物の中マンション入ってからも少ないというのが理由となりますただしこの D と日当たりは妥協するような形となります場所から世田谷からこちらの麻美のエリアになりますと南向きにこだわる方多いと思います なので人気が出るのは BC かなと思いますが当や間取りの選ぶ楽しみっていうのは早期購入者のメリットになりますのでそこはもうしっかり迷って迷って楽しんで探していただければと思いますで広大な敷地のマンションになるんですけどもゴミ置き場は2箇所ほどありますどの住居からもそこまで遠くないのでゴミ置き場への導線はそれほど気にせず選べるものにはなってるんじゃないかなと思います 続きまして、えー、周辺相場確認していきます。えー、まず、イディオスアザミの2001年地区、えー、住所アザミの1丁目、えー、新築時の坪単価約230万円、えー、現在の坪単価は235万円となっています。続いて、パークホームズアザミのザ・レジデンス、えー、2005年地区、えー、所在アザミの2丁目、新築時の坪単価は220万円、えー、直近の売り出し事例はこちらございませんでした。 えー、続いて、ドレッセアザミの1丁目2013年築、えー、アザミの1丁目新築時の坪単価は約260万円、えー、現在の、えー、坪単価は280万円となっています続いて、えー、ザ・パークハウスアザミの1丁目2018年築アザミの1丁目ですね、えー、新築時の坪単価は約320万円、えー、こちら引き続き、えー、新築販売中となっております。 以上、上期相場から、ブランズシティアズミノの将来価値予想しますと、AJ テイプ 3LDK72.06 平米、4回7900万円台、こちらが築10年時は6300万円となります。以上、あくまで今の相場のため、参考までにお願いいたします。続いて、 維持費に関してですが多彩な共有施設やコンセルジュサービスディスポーザもありということを考慮しますと違和感ないものにはなっておりますただ、駐車場の設置率がもう少し高ければ目に優しい管理費、修繕積立金になったかと思います。その駐車場の設置率なんですけども、約52%ほどとなっています。 えただ機械式が多いので、えー、ハイルーフ車、えー、ちょっと大きめの車、えー、多いエリアだとは思うんですけども、えー、こちらの場合は抽選になりやすいかなと思います。えー、続いて自転車駐輪場なんですけども、えー、こちら設置率は約130%です。えー、エリア的にあの坂が多いので、えー、あのエリアあのお母さんが 子供を後ろ前に乗せながら自転車でえと進むにはなかなか苦しいエリアなんですけども、自転車に向いていないとはいえ,え150、150%くらいまでの設置率には持っていった方がいいかなと思いました。もしくは、レンダサイクルえなんかもマンションとして用意するとか、そういったこともできたんじゃないかなとは思います。エリア内としては、駅7分なのでえ近い方ではありますが、その点、やや気になったかなというところです。 続きまして、イスムレーションとなります。先生、お願いします。やばい。どうも、ペッパーマニアです。<laughs> いやー、皆さん。はい。<laughs> まさにこのマンション。アカデミックでございます。アカデミックで。アカデミックマンション。はい カリタス女子短期大学のですね、あの外観を継承、はい、素晴らしいですねそうですよね。僕もあの Google ググマップで過去に戻って見てみました。はい、あ、こんな感じなんだと思って。あれを再現と言いますか い,やそういういきなり建築って、はい、うそうなんですよね。愛というかやっぱそういうのがいいですね。すいやちょっとですね、感動しちゃいました、あのー。このマンションギャラリーに大きい模型があるんですけども、豪華な車寄せ、そしてカリダスを継承する外観、デザイン、はい、ちょっとですね、感無料に。うん なってしまいましたね。そ,れは,それはい。で、このエリアの近くで、まあ学校の跡地というと、もう一つ有名なマンションがあって、はい、それは最後にですね、え、あのー、クッキングニー段さんがご紹介いたしますので、<laughs> えー、ぜひ、この動画、最後までお楽しみい,いただければと思います。それでは、行かせていただきます。<laughs> おします。スムレーション、ナノラー。 それでは、スムレーション。まずは、田園都市線の半蔵門線につながる上りですね。まず、あざみの8時1分発。さぎの間、8時5分着。溝の口、8時12分着。二子玉川、8時17分着。桜新町8時24分着。三軒茶屋、8時30分着。渋谷、8時38分着。ここから半蔵門線ですね。長田町、8時46分着。 九段下、8時51分着。そして、大手町、8時56分着となります。続いて、田園都市線下り、あざみの8時3分発に乗りまして、青葉台、8時8分着。長津田、8時12分着。そして終点、中央林間、8時19分着となっております。続いて、もう一線、ブルーラインですね。あざみの8時発。 えー、センター北8時5分着、えー、中町台8時10分着、えー、日波8時13分着、えー、そして新横浜8時17分着、えー、片倉町8時21分着、えー、横浜8時29分着、えー、桜木町8時33分着、えー、館内8時34分着となっております 田園都市線の急行停車駅かつ、田園都市線の駅としては希少な2路線利用可能な駅となっておりますブルーラインの延伸計画が進めば通勤はもちろん通学範囲も広がるためより選ばれやすい駅となるでしょう大学が撤退したことでカフェなどは周辺から減ってしまいましたが物件周辺および駅周辺買い物施設も多いです。 ゴルフレンジテニスフットサルコートなどがあるあざみのガーデンズまでも1キロほどの距離感となっております駅の商業施設が生まれ変わって間もないですし駅近ながら駅や商業施設までの高低差が少ないというのは大きな魅力となるかと思います通学校はあざみの第一小学校で徒歩10分あざみの中学校で徒歩6分の距離感となっております最後、総評となります えまず、ちょっと残念だったのは中庭が設けられなかったところですね。予算が途中で尽きちゃったのかなと思います。理想を追い詰めたらきりはないんですけども、地下駐車場にしたりとか、中庭を設けたり、せめてあの駐車場の上を緑化できていればえよかったなと思います。浅見の駅でえ目立つ立地、規模感なわけで、そこは頑張ってほしかったなと思いますが、中庭があっても外からは見えないですからね、ここはあの外側の外観デザインを これでもかと作り込んでくれたところを褒めたいなと思いますその外観のデザインかぎかす女子短期大学の伝統を継承した建物となっております高単価なりの努力も数多く見られますので地元のこの周辺のエリアの方には有名な立地になりましてなおかつ東急ブランドの大規模マンションということで地元需要も多いかと思います えー、その、えー、地元需要というのも、えー、もちろん強いんですけども、えー、地元外需要も狙えそうなというところがこの物件のいいところかなと思います。 えー、というのも、えー、同エリア、えーまあ、先ほども、えー、最初からお伝えしてますが坂がきつくて、えー、供給される多くのマンション駅から見た時の高低差が、えー、きついことが多いんですね、えー、なので、えー、田園としていいなと思っている方々でも実際にこの周辺の現地、えー、歩いてみたりするとあの購入ためらってしまいやすいような場所となっています。 イメージの良さで田園都市線沿い希望される検討する相談者の方も多いんですけどもちょっと坂に慣れてないといやーこの地域ちょっと抵抗あるなーっていうふうに思う方もいらっしゃると思いますただそんな中でもこのブランツア・ザミノは日常の通勤買い物の動線そんなところではほぼほぼ坂知らずなエリアとなりますそして地元外の方もそこは抵抗なくご購入に進められるのかなーなんていうふうに思っております もちろんあの坪単価370万円と、えー、決して、えー、お安いところではありませんが、えー、神奈川方面に馴染みがある方も多くやはり青葉区というと、えー、ブランド感ありますので、えー、地元外の方にも受ける田園都市線物件だと評価いたします。 そして、先ほど、マンションマニア先生もおっしゃってましたが、わりかし近しいエリアで学校の跡地となったマンションといえば、中町大駅最寄りの専属学園音楽大学跡地にできたシティテラス横浜中町大一番館というマンションございましたね。こちらもかっこいい外観が印象的でございました。そして、そこの学校卒業でよろしいですかね。 歌手がいらっしゃいまして、ここで一曲歌わせていただきます。<coughs> Everyday I listen to my heart 一人じゃない深い胸の奥で繋がってる 当てしない時を越えて輝く星が出会えた奇跡教えてくれる Everyday I listen Listen to my heart じゃないこの空のみ胸に抱かれて <laughs> あなたのお悩みクッキングさよなら